あ、あなたも来たんだね。うん、私もちょっと会いたくて。でもちょっとシオンさんの様子が変なの。辛そうというか苦しそう。私は時に思うことがある。何もせずに流れのままに任せた方が、あるいは良かったのではないかと。あなたや彼女に対し深紅をかけ続けるこの行為の意味は何なのか。原初の開口まで遡り、それ自体をなかったことにするのが最良の解決なのではないか。私たちは見ている。その解決は間違いであることを。しかしそれでも思わずにはいられない。もし全てをなかったことにしていれば、あるいは皆何事に怯えることもなく自然のままに生きられたのではと。それは違うよ。だってあなたが導いてくれなければ私は助からなかったんでしょ。この人と出会うことができなかったんでしょ。私は感謝しているよ。私とこの人を巡り合わせてくれたのはあなたなんだから。そこまでに辛いことや苦しいことがいっぱいあったのかもしれないけど、それでも感謝してる。だから苦しまないで。あなたの選んだ道はきっとみんなの幸せにつながってるから。ありがとう。あ、こんにちは。あなたもここに来てみたんですね。私ですか？この子たちにここを案内してもらっているところなんですよ。すっかりあなたに慣れてくれたようですね。この子たちの住処なんですが、あなたが近づいても全然警戒してませんし。それにしても水があると雰囲気が違いますよね。なんだか活気を感じます。砂漠の中のオアシスと言いますか、貴重な水資源のある場所ですし、住処にする理由もわかりますね。あ、そうだ、ロジオさんから調査をお願いされていたんでした。この辺りのパラメータに怪しいものがあるとかなんとか。それではまた。ん？ああ、あんたか。しばらくぶりだね。元気そうで何より。あんたの実力は知ってるけど、無理はするんじゃないよ。あんたがいなくなっちまうといろいろと面倒なんだ。私、ゼノボをいじめるのも飽きてきたから、ここのケイラーをしてるだけさ。なんでも最近この辺りダーカーが活発らしいじゃないか。それに応じて貴公子も張り切ってくれちゃうからね、警戒度を引き上げてるわけ。噂じゃ新しいダーカーも出てきてるって話だ。生半可なアークスじゃ危ないかもね。ここにいる。いや、それより私の姿を見たな、貴様。なんだ、そうか、見ていないか。なら安心だな。貴様以外には見られていないから、貴様も見ていないのであれば出撃がバレることもないって。あれ、
おい貴様、私をおちょくってるのか。思いっきり見ているじゃないか貴様。かくなる上は貴様を爆破して全てを忘れさせて。何、誰にも言わないだと。本当だろうな貴様、嘘ついたら針千本飲ませるぞ。私が何をしているのか絶対に内緒だぞ。私は自主的にケーラに来たのだ。みんなと同じことをやりに来た。私たちには待機勧告が出ている。本来は出撃すべきではないのだが、私がそうしたいと思った。だって私たちだけおかしいだろ。私たちは三英雄なのに、三英雄なのに、偉いのに、こんな私たちが動かないなんておかしいと思う。で、何を話してるんだ私は。あ、今のなし、今のも忘れろ。いいな貴様、絶対に他の誰にも言うんじゃないぞ。いやあ、君か。君もこの近辺を警ら中か。関心なことだ。そんな君に俺から質問だ。この辺りでクラリス・クレイスを見てないか。そうか、その表情で分かった。皆まで言わなくていいぞ。今三英雄の連中には待機勧告が出ているんだ。あくまで推奨レベルだけどな。だがその勧告があってなお、あいつが自分の意思で動いているなら、それは喜ばしいことなんだ。上からの命令に従うだけじゃなく、自分の意思で考えるようになってきたということだからな。あいつは確かに強い。尋常じゃない能力を持っている。そういう存在だからな。他のみんなが怖がるのも無理はないさ。正面切って戦うとなったら、俺だって負けるかもしれない。だけどそんなに強くても、あいつは六房金庫である前にまだ幼い無知で無垢な子供なんだよ。何が正しくて何が間違っているか、その判断すら危うく振り回されてしまうほどにな。だからこそレギアスは生き方の見本にと俺に預けたんだろうが、果たしてその期待に応えられていたのかどうか、さすがの俺も自信はないな。とほー、いかんいかん、しんみりしても仕方がない。まあ世の中なるようになるものだ。間違ったら正せばいいだけだしな。では俺は行く。くれぐれも今の話は内密に頼むぞ。ではな。ちょうどいいところに。あの、今度私と一緒に調査をお願いできませんか。どうも最近この子たちがこの辺りで何かを警戒しているようでして、それが何かというのはちょっとわからないみたいなんですが、私も定期的に警らしているんですけど、特に怪しい痕跡は見つからずじまい。それで今度は思い切って一番奥にある施設まで一気に調査の足を伸ばしてみようかなって。よければお付き合い願えませんか。私一人だとやはりまだまだ不安で。よろしくお願いします。
ちょうどいいところに。さっきアフィーさんを見かけたのですが、なんだか様子が変だったんです。ずっと上の空な感じでした。一緒に行きませんかと誘っても生返事のまま断られて、何か悩んでいることがありそうな感じでした。いえ、間違いなく悩んでいます。以前お世話になった時はあんな表情してませんでした。もっと元気で明るかったですもん。力になってあげられればと思うのですが、余計なお世話かもしれませんが、あなたも気遣ってあげてもらえませんか。この辺り危険な感じがするってあの子たちがずっと言ってるんです。それに巻き込まれでもしたら。ダメダメ、悪い想像はしちゃダメですね。それではまた。お待ちしていました。今日はよろしくお願いします。目標としている施設はこの奥です。周辺の警戒度も上がっていると連絡が来ていますし、気をつけて進みましょう。それにしてもアークス全体に警戒が伝えられるというのも珍しいですよね。少しだけこの前のナベリウスの時を思い出します。まさかまさかダークファルスがまた現れたり復活しちゃったりなんてことないですよね。あなたはともかく、私なんかがうろちょろしていて大丈夫なんでしょうか。六号金庫の皆さんも動いていると聞きますし。その情報は間違い。動いているのはみんなじゃないよ。私と6のヒューイだけさ。逆に言えば、三英雄が動かないからこそアークス全員に協力を求めてるんだ。え？あ、六号のにマリアさん？どうしてこんなところに。あんた六房金庫も動いてるって自分で言ってたじゃないか。だったら私がいても不思議じゃないだろ。はい、そうですね。すみません、憧れの人に会えて興奮してしまって。意外な反応に見えます？とんでもないとんでもないです。キャストで女性で六房金庫、そんなマリアさんに憧れない理由はないですよ。憧れるようなもんじゃないよ、六房金庫も三英雄もね。え？英雄っていうのはただの犠牲者をかっこよく言ったに過ぎないんだからね。さあ、旅は道連れってやつだ。一緒に行こうじゃないか。ヒューイのやつどこをほっつき歩いてるんだい。あいつも出撃してきてるはずだから、どこかで合流したいんだが。私がいれば大丈夫？こんな年寄りの力を当てにするんじゃないよ。
ラビリスは修理中だし、私も当然本調子には戻ってないからね。この中で一番当てになるのは正直あんたの力だよ。もっと胸張って前に出な。しかし、なんて言えばいいんだろうね。少し嫌な予感がする。そういう脅しはやめてくださいよ。脅しなもんか。最近のダーカーの襲撃、あれは明らかに目標ありきの行動だよ。そしてその目標地点というのがおそらく。この先なんですね。あれ、おかしいですね。スミカが近いのにあの子たちの気配があんまり。ここにもないか。間に合わせの入れ物と諦めてたけど、この感知能力の低さは致命的ね。自分の体も力も何もかもどこにあるのかわからないとか、冗談にしか聞こえないわ。あら、あなたはこの前エルダを撃退したアークスじゃない。へえ、まだ死んでなかったんだ。あなた何をしているんですか。リリーパ族の住居なんですよ、ここ。あの子たちに被害が及んだらどうするんですか。リリーパ族。ああ、あのちっこいのか。そんなの私の知ったことじゃない。見た目に騙されるな。あいつはアークスじゃない。エルダーに続いて今度はあんたか。つくづく私は運がないな。あんたとは10年ぶりか。ずいぶんと可愛らしくなったじゃないか。あ、アプレンティス。そんな敵外心をあらわにされてもね。私まだあなたたちには何もしてないと思うんだけど。ああ、そうか、そうだった。アークスには理由なんて必要ないんだっけ。アークスの行動原理ってダーカーだから殺すだもんね。私は気に入らないから殺す。あなたたちはダーカーだったら殺す。自分を正当化する気なんてないけど、なんだか似てるって思わない？そんなことありません。私たちはダーカーの脅威からこの宇宙を守るために。いいんだよ、反論しなくて。分かり合えるはずがない。私たちはアークスで、あっちはダークフォルスなんだからね。おっしゃる通り。それに私はそんなに暇じゃないの。あら、貴公子のお出ましね。ちょっと暴れすぎたかしら。でも面白いと思わない？そいつらから見たらダーカーもアークスも変わらない敵みたいよ。戦闘狂のアークスさんたちはその子の相手でもしてあげれば。それじゃあね。
私たちはアークスですよね。似てませんよね。あんたたちは優しいね。相手の都合や事情も考えられる。いい人、いいアークスだ。マリアさんはどうなんですか？どう思っているんですか？どうとも思ってないかな。私のポリシーはただ一つだよ。気に入らないものをぶっ飛ばす。他人がどう動こうが、どう考えようが、私は私のやり方を貫くだけ。まあ、今は悩むといい。若きアークス諸君、悩めるのは若いうちの特権だ。ただ一つ助言するとしたら、他人の意見で自分を決めないことだ。自分のことを決めるのはいつだって自分自身なんだからね。はい。喋りすぎた喋りすぎた。さあ、ここでたむろしてても仕方がない。帰還しようじゃないか。私はアークスですよね。似てませんよね。あんたたちは優しいね。相手の都合や事情も考えられる。いい人、いいアークスだ。よう、相棒。こんなところでどうした？俺を追っかけてた？悪い。人影を追うのに夢中だった。どんな人影って？それは。悪い、フーリエさん。相棒は俺を見つけて追っかけてきてくれたんだ。迷惑ついでに頼みがあるんだけど、今日のところは相棒を俺に譲ってくれないか？それは最近アフィンさんが元気がないことに関係してます？多分何か答えは見えると思う。悪い、相棒。勝手に話をつけちまった。合流するって手もあったけど、待っていられなくてさ。この前のあいつがここに来てるかもしれない。あれだよ、この前一緒に参加した戦技大会の時の。一緒に参加してない。あれ、おかしいな。最後にあのダークファルスが現れた時一緒に。くそ。そんなことより今は目の前のことだ。相棒、付き合ってくれよな。なあ相棒、この前10年前の出来事とかについて俺に聞いてきたじゃんか。あれ、他のやつにも聞いたりしたか？そっか、聞いてないか。うん、それでよかったと思うぜ。多分無駄だからな。
10年前のことについてはダークファルスとの戦闘があった以上のことは誰も教えてくれやしない。10年前に何かがあったことは覚えてて、でも何があったかは覚えていない。俺も自力で調べようとしたけど全部機密、どれもこれも機密。正直お手上げだよ。どうやったかは知らないけど、いろんな事実がもみ消されてる。じゃなきゃこんな不自然あってたまるか。誰も姉ちゃんを覚えてないなんて。俺もこの前話した以上のことは何にも知らないぜ。ただみんなとは違って忘れられないことが一つあるだけ、そんだけなんだよ。ここでもない。クソ、どうなってるのよ。確かにこの辺りに痕跡があるのに持っていかれてしまってるの。またあなたか。あいつの相手で満足できなかったの？いい加減、しつこいわよ。それにそっちのおちびさんも確か二度目だったかしら。二度目どころじゃねえよ。おいダークファルス、お前がその体を使い始めたのはちょうど10年前だろ。なんでそのこと。やっぱりそうなんだな。似てるのは顔だけじゃなかったんだな。私に意味が通るように喋りなさい。さもないと今すぐに殺すわよ。本当に何も覚えてないのかよ。俺はずっとずっと探してきてたってのに。探す？その仕草、あんた今うまくいかないことがあってイライラしてるんだろう。あんた一体何を。昔からそうだ。勝手に出てって、勝手に迷って、勝手になくして俺を問いただし探させる。憎たらしいほどそっくりじゃないか。そのまんまじゃないかよ、クソ。あんたは何を、何を知っているの。答えなさい。ああ、じゃあ教えてやるよ。その体の持ち主はユクリーだ。10年前俺の目の前で真っ黒な奴に持っていかれてからずっと探してた俺の姉だ。ユクリーと姉。え、頭が。返せよ、ユクリーの体を返せ。うるさい、黙れ。その名で私を呼ぶんじゃない。あいつの眷属。チッ、余計な真似を。待てよ、クソ、どうしてだよ、どうなってんだよ、チクソ。間違いない、あいつは、あのダークファルスは俺の姉ちゃんだ。10年前のダーカ大襲来の時にいなくなっちまった俺の。なんでだよ。姉ちゃんはアークスでもない、ただの子供だったはずだぞ。面影残したまま成長してて、でも中身が違うなんて、どうしたらいいんだよ。
そりゃそうだけど、だからといって姉ちゃんが戻ってくるわけじゃない。次はいきなり襲われるかもしれないんだ。だってあいつはダークファルスなんだから。はあ、分かってるよ、分かってる。俺だって諦めたくないし、まだ諦める気もないよ。けどどうすれば、どうすりゃいいのかわからないんだ。悪い相棒、ちょっと一人にさせてくれ。確かに何か思い出しそうな感じではあったけど、でもよ、あいつはダークファルスなんだぜ。はあ、分かってるよ、分かってる。俺だって諦めたくないし、まだ諦める気もないよ。